お仕事や学校でなかなか練習時間が取れないという方が多いと思います。ギターの練習時間の管理術、おすすめの方法はですね、ポートフォリオというものを作るんです。ポートフォリオというのは金融商品を分散投資する割合を円グラフで表したものを指すことが多いのですが、まずこちらをご覧ください。こちらはですね、ケイマン諸島にある私の資産のポートフォリオです。投資先として IT に何パーセント、不動産に何パーセント、クリーンエネルギーに何パーセント、宇宙開発に何パーセントなどが記載されているわけです。そして大事なのが、 IT 株が例えば暴落したらですね、 IT の割合を減らしたりとか、ロケットの打ち上げが成功したら宇宙開発に割合を増やすということをやるわけです。これをリバランスと言いまして、私も専門の先生についてご指導いただいています。でこのポートフォリオをですね、練習時間に置き換えるわけです。つまりお金を時間で置き換えるということです。具体的には3つの手順で進めてください。1つ目、まず練習項目を書き出します。例えばこのようになります。スケール、アルペジオ、カッティング、分子練習、フレーズ、バンドの曲。次に2つ目、優先順位と割合を仮に決めてしまいます。例えばこうなります。1番目から順にスケール 20%、 フレーズ 30%、 カッティング 20%、 バンドの曲 10%、 アルペジオ 10%、 分子 10%。 そして3つ目、これを元に円グラフを作ります。そして練習をしながら多すぎる少なすぎると感じたらリバランスしていくわけです。ちなみに間違えやすいのですが、月曜日に 20% 分スケール練習をして、火曜日に 30% 分フレーズ練習をするといった方法ではありません。平日50分しか練習できないのであれば、スケール10分、フレーズ15分、カッティング10分と練習しますし、週末に3時間練習できるのであれば、スケール36分、フレーズ54分、カッティング36分練習するといった具合に、毎日このポートフォリオに忠実に練習することが大切です。どうぞ参考にしてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。このポートフォリオを作るための素材、つまりどんな項目が必要かということを知るのが難しいんです。そのため私が独学ギタリストが必要な練習項目を全てまとめておきました。概要欄からぜひご覧ください。